こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オープトスピードです。当チャンネルはビデオオークションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。今回はいきなり現れる予測不能なアクシデント集をお送りします。出てくるすべてが一瞬の出来事、目ん玉ひんむいてご覧ください。それでは、どうぞ。ギル24時間参戦マシンである ISF が登場。無残に傾き、エアロはボロボロ。ドライバーはおそらく何が起こったのか理解できていない様子。まさか車止めも車の下敷きになるとは思っていなかったであろう。何にも見えてませんでした。何にも見えてませんでした。彼女の語るそれが全て。ちょっと行ってみましょうね。いきなり GTR が肉状態になったらしい。これは再起不能、見事に最後を締めくくったのかな。オプション2の04男ザウルストックリからデモ走行。あれやっちゃった。本当の原因はデフケースの破損により右側が駆動しなくなっちゃったんだって。大ちゃん、タイヤを温めるためマシンをスラロー。使用。あー、危ねえ。危ねえ。行き着く前に。怖いな。まずは発売開始から2日しか経っていないバリバリの新車のスープラを大ちゃんが矢田部でスラロームテストした時のこと。やってもうたですね。この時はですね、車が見えなくなってしまってですね、うちの車はどこ行ったというような。ブヨークとスピード。朝一番、なんと突然おじさんが無反走行すると言い出しました。の素顔では開会式で事件発生。ギャラリーの後ろから歩いてくんじゃないの。あーやだ、拍手。危ない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 よ危ないよ。ちょっと。 Alright, first up, not only is he the head judge, he is the king of drift. Ladies and gentlemen, I present youKeiichi Tsuchiya! Samurai Crash! Ikinari no Crash!失敗したんじゃないですよね。大失敗。ああ、いよいよ八の字です。隊列が整いまして、今スタート。危ない、危ない。いよいよフォーメーションというところで、何台今の4台の玉突きがありました、はい、さあ始まりました。あれ、いきなりおかま。はい、大ちゃんスタート。大ちゃんそっちじゃない、左。
はい、スタートです。はい、スタート。危ない危ない。ほら俺今気がついたんだけどさ。何あれ、谷口いないじゃん。V オプトスピード。続いての登場で県13番の横井隆二。きた、決心入。もうちょっと行って川崎のとこ突っ込んじゃべかったのに。意外と同時に勝ったですね。あいつら同時ねえんだよな。はい、さあ行きますよ行きますよ。行った。うわあ、危ない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 。あぶね。あぶね。あぶね。1300馬力のその迫力、青天童でいったー、危ない危ない、どっかあった あれはどっから来たんですか、有田さん。10番は小野田隆です。ブリッツカラーの S15 ブリッツのシャイン。危ない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 。鉄拳18番の木島こと打倒西尾って、チームの中から打倒何回あれ2回目あらということでですね、先輩の車は廃車。さあ動き出したこの2台、畑中信号が前、そして後ろから川田雅人の3号 GTR2 号機が、いやー、注入いった3号 GTR、 うわー、なんということ、うわー、さあ、危ねー、危ない危ない危ない、これもうほぼノーブレーキの状態ですからね、多分ライブエントが狂ってたんでしょうね。さあ、黄色いマシン180、松井裕樹が前です。後ろから緑マシン S14、村山智博、まずは1本目、はいよー、だからやりすぎたよ、斉藤大吾の後ろから内宮輝、まずはこの1本目をどういう走りで、斉藤大吾は関係なく飛んでくるはずだ、来たあまりのクラッシュの衝撃に車載カメラも止まってしまった。